ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い。くそ、はい、今日はね、ちょっと動画を、始める前にね、ちょっと一つ、ご報告があります。ちょっと自分の友人がね、二人が、新しく、YouTube を始めましたんでね、そちらをねちょっと宣伝としてね、やってくれということで、まあ、一応ね概要欄に、URL リンク先貼ってあります。チャンネル名はね、ユートピア連合団という感じでね、もしわからなければ、それで検索していただければなと思います。はいはい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、サムネにもある通り、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、じゃじゃん。はい、グランジスタから出ましたナルト。はい、もうナルトのね、最初の頃の、少年期ですね。はい、こちらを、中古で手に入れたんでね、やっていきたいと思います。開けていきたいと思います。3つの表情がついてるんですよね、これね。まあ、もう結構時間経つんだけどね、もうこれが出て、うん、まあ前から気になってたんですけど、やっと安くね手に入れられたんで、これをね、開封していきたいと思います。ではね、早速、箱から、出してね、まず袋の状態から見ていきましょう。はい、箱から出しました。ではね、袋の状態見ていきましょう。まずはね、本体。はい、本体には、補助パーツ。補助パーツと、あと本体。胴体ですね。うん、こちらが、まず別で入ってます。で、こっからさらに、顔パーツ。はい。顔パーツが、すっごいね。はい、いろいろついてる、これ。テトープすごい、今までで最多の表情パーツだね。はい、でしかもですよ、まあびっくりしたことにね、おまけがついてて、なんとナルトのキーホルダーがついてましたね。すごい、これ面白いね。ナルトのキーホルダー付き、いいね、面白いよ。はい、では早速ね、開封して、組み立ててね、表情別で見ていきましょう。はい、はい、早速ね、一つ表情パーツをつけてみました。はい、こちらです。じゃじゃん。早速びっくり顔、ギャグ顔ですね。いや、これね、何気にすごいよくできてますよ。うん、すごいね、細かいパーツとかもね、すごい再現されてて、結構つや消しになってて、うん、すごいいいですね。うん、髪の毛もつや消しになってて、はい、でこの表情、すっごい面白いギャグ顔。続いてね、別の、顔パーツ。はい。はい。はあ、これはいいね。はい。これは通常顔ポーズ。ポーズじゃない、顔ですね。はい。いや、いいね。ナルトのね、このアイプリントとかもすっごいよくできてますね。うん、そっくり。うわ、いいね。似てるわ。いや、これは素晴らしいね。さすがグランディスタシリーズ、すごい良いよ、これはすごく良い。はい、でももう一つのね、顔パーツ。はいはい、こちらはね、ちょっとニヤついてる感じの、はい、顔パーツですね。いや、これはこれでいいね。うん、ナルトっぽい、うん、いや、すごいな、よく表現されてるわ。
これ完成度めっちゃ高いね、うん、プライズ景品でここまでね、うん、表情パーツとか ついちゃったりとか、大きさも大きいしね、すごいわこれ、うん、よくできてる。いやこれはいいね。謎なのがこれなんだよな。これ何なんだろうな。ちょっと笑い顔が、あれ笑い顔かな、なんか下向きすぎてた気がするんだよな。ちょっと変えてみるかな。はいはい、さっきのね、顔パーツに、表情パーツをつけたんですが、あこっちはあれなのかな、はこの逆顔用なのかな、うん、さっきより上に向いてて、うん、こっちかな、うん、まあ説明書がないからわかんないんだけどね、多分こっちで合ってると思う。うん、はい、首パーツのねあれが分かりましたね。箱に書いてあったわ。首の長さが違うっていうことでね、まあこっちのね通常顔になるとちょうどねジャージの、この襟の部分がねこう顎が隠れる感じで、ちょっとこう付け替えますね。はい、付け替えたんですけれど、若干首が伸びてちょっとね顎が見えるぐらいまでになったんじゃないかなって、すごい微妙な多分違いだと思うんだけどね、うん、まあ、そんな感じも、だからねもうこう結構簡単なの、こうポンって外してね、こう顔ポンってやって、ポンってやって、でこれをポンと付け替えて、でポンってやればね、さあこれちょっとね、はい、付け替えられる、簡単、うん、すごい簡単、うん、こっちの方がいいかな、うん、まあ微妙な違いだけどな、うん、俺はこれで飾ろう。はい、といった感じでね、今回は、ナルトからね、ナルトのご紹介はい、っていう感じでしたね。はい、まあね、こういう感じでねジャンプ系のね、アニメフィギュア、どんどんねこれからもご紹介していきますんでね、ぜひこの機会に、チャンネル登録、あとね見ていただけましたらぜひねいいねボタン、グッドボタン押してください、あとねチャンネル登録ねお願いします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。